好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第28節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。オットー・ワッド、アモローソ、ケマー、ロシツリー、ハインリッヒ、ステボッチ、エヴァニュートン、ジゾ、ベアンス、コーラー、レーマン、タバネル、シュタム、ファビオ・カンナバード、ロベウト・カウロス、カシュー、ダービッツ、デニュートン、リバルド、バティストゥータ、シェフチェンコ、ロナルド。さあ、キックオフです。オットー・ワッド。いっけいっけ、ドビッドドー！スローインです。これは危ない。ロベルト・カウです。キラーパスになるのか？ヘマつながればチャンス、シュート、ゴール見たか、ゴール。さあ、もう一度見てみましょう。こぼれ球を押し込んだ。ハインリッヒ、シュート、これはゴールキック。スライディング。10分経過。おっと、旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。ベアンス、カシュー、ステボッチ、抜かれた。ここで折り返す。中へ上げる。ヘディング、これはゴールキック。ゴールマウスに嫌われた。出た。ヘマ、シュート、これはオフサイドでしょう。ん、微妙でしたね、今。ジゾ。ふわっと上げる。危ない。前が空いた。おっと、ここからシュート。これはゴールキック。外してしまった。これは決めなければいけない。
これはピンチ。ナイスファイト。主審ファールを取りました。シュート。ヘマー、さあここからどう攻める。ジゾ、反応できません。ロナルド、コーラつながればチャンス。シェフチェンコ、これはゴールキック。キックミスでしょう。ロシツリー、ファビオ・カンナバーロ、ドリブル、フリーにさせてはいけない。ああ、できた、合わせた。ロナルド、スローイン、さあどちらのボールになるのか。ヘマー、さあここからどう攻める。バティストゥータ、コーナーキックになります。横にそれてしまった。さあチャンス到来。シュタム。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。ファビオ・カンナバーロ、ヴェアンス、アモローソ、誰に合わせるのか。ヘッドでつなぐ。スローイン、デニュートン、しゃなく得点を重ねていきます。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ。
モローサ。スローインです。空中戦。シェフチェンコ。狙いすぎたようです。ファビオ・カンナバーロ、ケマースペースを使う、逆サイドを使うヘッドでオフサイドにはならなかった。よくしのいだ。オフサイドの網にはかからない。ジゼ中に絞ってきた。これはゴールキック。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。キラーパスになるのか。頭でつないで、ロベルト・カルロス。デニュートン、ロシツリー、シュート、ゴール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 、アンビリバブルゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。ダービッツ、つながればチャンス。ロナルド取り損ねた。これはコーナーキック。さあチャンス到来。果敢にスライディング、攻撃を組み立てます。ハインリッヒ、主審笛を吹いた。エバニュート、ファビオ・カンナバー、合わせた。ロナルド、センタリング、オットー・ワッド、激しい攻防。ロベウト・カウロス、シェフチェンコ、中へ上げた。アモローサ、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ、大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。なるほど。
どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。